引く直前バルセロナ、唯一の不安要素がこちら。このハイラインはエンバペとビニの餌でしょ。他のチームにはこれでいけてもマドリーには無理だろうな。スピード世界トップ1、2がマドリーには揃ってる。バルセロナ強いけど、ハイラインだからビニシウスとムバッペには最高に相性悪そう。まあ引いてくるかもしれないし、そもそも裏抜けまでいかないくらいセカンドボール回収するかもしれないし、わからないけど、カウンターの恐怖はあるだろうな。クラシコすげえ楽しみだな。クラシコは打ち合い覚悟やな。ハイラインのバルサ相手に3トップがどれだけ抜け出せるか、ラインコントロールうまいし、そこの駆け引き楽しみ。マドリーはあんなハイラインじゃないからクラシコは別の戦いになりそうだな。こっちがもっとボール持って、ライン上げてプレスも相手してこないだろ。今週末のクラシコ、バルサの効果力攻撃陣が爆発しつつ、ビニバペがバルサのハイラインを破壊しまくって 4-4 みたいなバカ試合になる予感してるけどどうなんやろ。最近調子良くないメンディがヤマルを止められるのかって心配だったけど、ハフィーニャの対面がルーカスってことに気づいて絶望してる。クラシコ一番の懸念点はメンディの調子が上がってこないこと。ヤマルを好き放題にされちゃ困る。レバンドフスキさんの相手はユディガーさんにお任せしましょう。チュアメニとカマディンガの回復具合とロドリゴ痛めた疑惑と、あと俺たちのメンディはヤマル大丈夫か問題。ユーロ以来のヤマル×エムバペ、久々に見どころ満載のクラシコ。